愛。何？カリスマがブレイクした瞬間を見逃した？せっかくの観察のチャンスを何をしているんだ？ごめんなさい。うん？はい。はい。もう二度としません。ちゃんと連絡します。いえ、気持ちが冷めたなんてことは。やってしまった。なんてバカなんだ。先生の期待を裏切るなんて。あ、そうなんですか。もっとカリスマたちと親しくなるんだ。関係性を築き、懐に入り込む。いつの日かそれを利用できるほどに。皆さんって本当面白いです。ここは素敵なお家だ。ところでトラさんさ。はい。いつまでいるつもり？それは。確かにもう怪我は治ってるみてえだし、いつまでもこの家にいる必要はねえだろ。そろそろ一回帰る。え？あ、いや。じゃ、またな。あのですね。いや、ちょっと聞いてください。なんだ、どうした？ちょっと。お待ちください。天彦。トラさん、あなたもしかして帰りたくても帰れないんじゃないですか？え？おいしい晩ご飯ができましたよ。集合。おお、お鍋。伊織さん、いつもありがとうございます。お腹すいた。あ、てめえもう大丈夫なのかよ。うん、復活した。お待たせ。待ってねえよ。オセ、こっち。ごめんなさい。ほら、トラさんも早く。ありがとうございます。では手を合わせていただきます。いただきます。猿、お前いただきます言った？うるせえ。それにしても大変だね、トラさん。うまくいくといいけど。何の話？今お付き合いされてる彼女とうまくいっていないようなんです。彼女か理解さん。そうなの？へえ、なんでうまくいってないの？理由は？え、それはなんて言ったんだっけ。もう嘘をつきすぎてわけわかんなくなっちゃってんだけど。トラさんは今彼女と同棲中らしいのですが。理解さん、同棲してんの？そうなんだ。でも今揉めてるらしくて家に帰れないんだって。あら、大変。そうなんです。だからもう少しだけここにいさせてもらえると。解決したらすぐ出ていきますので。もちろんいいよ。お気になさらず。ごゆっくり。いや、待ってください。それは。で、なんで彼女とうまくいってないの？こいつめちゃめちゃ尻に敷かれてやがんだよ。だって彼女相手に敬語で喋ってんだぞ。敬語？彼女なのに？素敵。は？で、電話でずっと謝ってんだってよ。へえ、トラさんバイクで引かれて大変だったのにね。いや、引いてないけどね。はあ、トラさんそういやこないだ言ってたわ。僕には心配してくれる人がいないって。心配してくれない？無面ライダーに殺されかけたのに。話でかくなってんな。それどうなの？ちょっとね。つか、トラはそれでいいのかよ。心配くらいは。ねえ、殺されかけたの？本当にどうなの？あ、いいこと思いついた。うん？トラさんが彼女とうまくいくようにさ、俺たち7人でいい解決策を見つけてやろうぜ。なるほど。トラさん任せて。君には僕たちがいる。東方はセクシー大使です。大船に乗ったつもりでいろよ。大丈夫です。そう言われちゃやらないわけにはいかねえな。テラさんはどうしたらいいと思う？別れよ。おい、
僕を大切にしないやつなんてぽい。伊織さんならどうします？僕だったら速攻飛んできて24時間体制で奉仕する。なんで彼女目線なんだよ。猿川くんは？ぶっ飛ばす。なぜ？フミヤさんは？浴びせ倒しにしちまいなよ。何言ってんの？大瀬さんは？自分に聞きます。嘘でしょ。トラさんどうしたらいいかな。いや、クソには分からないです。分かりません。分からないって何？なんか言うでしょう。冷めるわ。はちょ、揉めない。天彦はどうだ？まあ、恋愛は本当多種多様ですからね。僕はいろんな形があっていいと思うんです。形？もしかしてチンコのこと言ってる？え？天彦！また下ネタ？いやいや、いい加減にしろてめえは。下ネタじゃない、真剣に考えてる。真面目に話してますって。ひどいです。冤罪ですって。理解さんはどうお考えですか？虎次郎さん、同棲中ということはそのお相手の女性とはもちろんご婚約をされているわけですよね？は？何？婚約？何の話？ご婚約者であるならば家には早く帰るべきだと思います。あの婚約とかはしてませんので。婚約してない？女性と同じ屋根の下で共に暮らしているというのに、結納はおろかお相手のご両親にご挨拶すらしてないような手たらくが今の時代は多すぎるんだ、バカ者！やばいやばい、ちょ、やばい。まったく不思議だろな。責任は考えているのか？同棲なんてそんな軽々しくするもんじゃない。どうなっているんだ。もうせっかく楽しかったのに。早く連れてって。隊長！隊長！あの、もう大丈夫ですから、本当お構いなく。まあ、とにかくトラさんは悪くないと思うよ、僕は。まあ、忙しい人できっと僕のことなんか構ってられないんです。でもいいんです、頑張るだけですから。僕はあの人に生かされているようなものなので。その人はそれほどあなたにとって大切な人なんですね。ええ。あなたのその熱い情熱がお相手の方に伝わっているといいのですけどね。あ、いいことを思いついた。ん？トラさん、今から電話してその熱い思いを彼女に伝えよう。なるほど！いや、無理、電話はダメ。おかしいでしょ。ダメ、無理だって。あ、彼女から電話じゃない。トラさん出ろ。無理、出ない。無理、もうじれったい男だ。君が出ないなら天彦が出る。なんで？行け天彦、世界セクシー男子。待って、ああ、私だ。さっきは言い過ぎてすまなかった。今話せるか？ん？もしもし、虎次郎？愛してるよ。え？おい、胴上げだ。わっしょい、わっしょい、わっしょい、わっしょい。カリスマチャージ成功。